さなればやかに腹痛を覚えと推せる。取りしもがれとも知れぬもの、それがしが肩へに来たりて血筋の糸を振りかけ迫りたり、何もならんとよく見れば七尺ばかりの雲形の妖怪なり。それがしが肩へにありし、ざまるの名刀にて切りつけたなれば、魔性の者いずこともなく消えうせ、難を逃れて候が、これひとえに伝家十代の名刀、ひざまるのおいとくなり。さればこれなる名刀が、雲切り丸と名付け、炭治郎に授けてによって、それが潮に血や悩ませし、化粧の者が知りよく打ち取って帰れや、四天王の方々よ。かしこまって候。土蜘蛛の古塚を刺し、小足を進めばやと思うなり。